J1、J2、あった、そのゴール前に行く荒野、荒野がボールをキープして、いやよく見てた。さあどうするか、長内がシュート、おー素晴らしい、先制ゴール、コンサドーレ札幌、長内が決めました。長内今、これが J リーグ初ゴール、長内高谷の J リーグ初ゴールは貴重な貴重な先制点、アスベス公園競技場、リオオリンピックへ向けてこの年内が先制点を奪った長内高谷21歳。まずここ荒野選手落ち着いてましたよね、よく見てましたし、このシュート本当力抜けたいいシュートですよ、はい、力みがなかったと思うし、自分の間合いでしっかりとインパクトだけ心がけて少しアウト気味かけながら、はい、綺麗なゴールでしたね。いやー今月21歳になったばかりの長内高谷が J リーグ初ゴール、財前監督もこの表情。